はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはこのナンバーズ1インフェクションバールゼブルというモンスターご存知でしょうか。これはレガシーパックに実装されまして、最近ですね、このランク8モンスターなんですけど、これね、実はねめっちゃくちゃ強いんですよ。はい、レベル 8×2 で作れる、2体以上で作れるモンスターで、このカードがエクシード召喚に成功した、場合に相手のエクストラデッキをチラ見して、その中の1枚墓地を送るっていう、まあ、エクストラデッキ1枚破壊ですね。これができると、まあ、だから、まあ、言うてもそこまで困るデッキって今あんまない気がするけどね。ない気がするんだけど、例えばまあ、トガ姫であるとか今だとね、それからまあリトルナイトであるとか、まあ、そういう、まあ、相手のエクストラデッキで、まあ、強そうなモンスターをまあぶち込めるっていうのが結構強いっていうのと、あと2番目、このカードのエクシード作用を1つ除いて相手のフィートのカードを1枚対象に、そのカードを破壊するよと、単純にその魔法トラップモンスターどっちも破壊できるっていう、まあ、めっちゃ強い効果、まあ、これ起動効果なんで相手のターンじゃないですけどね。でこの効果で表側表示モンスターを破壊したら、攻撃力の半分のダメージを相手に与えるっていう効果、まあ、要はバーンダメージも付与できますと。でさらに3番目、自分のスタンバイフェーズに相手の墓地のカードを相手にできるよということで、エクストラデッキ破壊、カード破壊、それから墓地メタと1,2,3すべて強いんですよ。これめちゃくちゃ優秀じゃないですか。しかも打点が高いしね、3,2,500っていう、でランク8、しかも汎用ということで、まあ、今日はねこれをねなんとかしていろいろ活躍させていきたいなと思って、で結局ですね、このカードを使うのには、まあ、やっぱエクストラデッキ1枚破壊した程度ではやっぱこの環境デッキはなかなか勝てないというところがありまして、じゃあどうするかっていうと、そのバーンダメージの方をちょっと今回メインに考えておりまして、先行ワンキルできるようにしてきましためっちゃ簡単で、インフェクションバールゼブルっていうモンスターが、その相手のフィールド上のモンスターをぶっ壊して、そのモンスターの攻撃の半分のダメージを与えると思うんで、まあ、1万なんか6000以上のモンスターを送りつけて、なんかそいつぶっ壊せば、まあ、勝てるだということで、これです。はい。これ作って、これでこれ送りつけて、このインフェクションバールゼブルでぶっ壊してワンキルです。はい。まあ、もちろん、その先行ワンキルの、それが止まってしまった場合、まあ、要は相手の誘発とか食らったりとか、した場合はちゃんとホルスデッキとして戦えるようにしてあります。はい。だからクソデッキなんだけど、一応後手を頑張れるし、なんなら普通にその先行ワンキル通んなくてもちゃんと戦えるっていうクソデッキの割にはまあまあ強いというデッキに仕上がってるんじゃないかなと思いますんで、はい、結構後手で出しても強いですけどね、このインフェクションバールゼブルさんは。まあちょっとさすがにランク8だとね、他にもね強いモンスターいっぱいいすぎてさ、こういうのがいるからさ、あんまりその活躍するかって言われると怪しいんだけど、まあ、ちょっとね、活躍ぶり見せていただきたいなというふうに思いますので、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、ハンド割と悪くね、ハンド悪くね、ちょっと愚かな服装発動でなんかあるね。うららかな、ちょ G だけマジ、 G だったらマジ弾けるから、ちょうららだけ本当に、まあ、うらら大丈夫か、別に大丈夫だった、別にハカラとガンマとかも言う、まあ、激芋ハンド持ってた俺。ブラックガーデン謎フィールド魔法サーチ謎フィールド魔法サーチして、トレイントレイン走ってゆく、トレイントレインどこまでも、ダーダーダー。これイムステッティでなんか何キルか問題だな。まあでも裏打たれても、まあなんか棺の方が棺でいいかこれ。はい、もちろんガンマにはガンマ出ますからね。はい、ガンマにガンマってガチでやばい動きできるから。で、王の棺、はい、発動。はい、おっと、あれなんかさっき相手なんかチェーンしなかった、何らかの、ちょっと俺も思い過ごしか、わかんない。とりあえず一回全部送っていいか。もうじゃガンマいらねえか、なんか相手なんも持ってない雰囲気出てるか、チェーンオフにしたか、ちょっとわかんねえな。まあ、ちなみにレベル8を4体並べれば、これマジでこれハカーラ捨てるしかないってこと、これやばっ。これちょっと一回さチェーン見るか、相手の無限紅葉とかあるかな、紅葉とかあったらこう光ると思うんだよね。あー、なんもないか、なんもないんだったら別にもうはからでもガーデンでもどっちでもいいけど、一応無限紅葉をケアする。これちなみにブラックガーデンとかいうなんかよくわからないフィールド魔法を持ってきたのは無限紅葉をケアしたかっただけなんですけど、一応ブラックガーデン発動しまして、でそうしますとなんかモンスターが出てくるためにその出した側とから見て相手側にトークンが出るよっていう、まあ、フィールド魔法なんですけど、これちょっと相手のフィールド上にモンスターを爆弾させると、これで
無限包容が打ってなくなるんですね。まあそれだけのためにこのフィールドマン入ってるんですけど、ハーピーとドゥアムテフで、レベル8に対してオーバーレイ。エクシーズ召喚ナンバーズ1インフェクションバルゼブル。バルゼブルさんの効果発動。バルゼブルさんの効果によって相手のエクストラデッキをカンニングし、そのモンスター1体を墓地に送ることができる。キュイー、炎王スネークアイ系ですかね、これは。はい。で、ブラックガーデンを爆弾させて、で、さらにレベル8のモンスターに対してオーバーレイ。これちょっと2ビルだけ本当ケアできないから、やめて。2ビルだけマジでケアできないから。で、ドラッグクラビオン、爆弾。そして、トークンが生まれて、そして、ドラッグクラビオンの効果を発動。ドラッグクラビオンの効果によって、オーバーレミットを1つ使って、ヌメロンドラゴンを特殊召喚。ヌメロンドラゴンはちなみに打点がもともとゼロなので、トークンが出ません。ヌメロンドラゴンの効果を発動。ヌメロンドラゴンによって、攻撃力を1万7000にアップ。支援の患者、これあげちゃう。これあげちゃう。お前なんかそれ強そうだな、お前そのモンスター。おちょっと強そうだから破壊するわ。はい、バーンドーン。うーん、ゴミ。いやー、なるほどね。まあ悪くはないけどね、これ。まあ G だけ通るかどうかゲーミングなんですけど、 G だけ通っていただければまあなんとかなるんじゃないかっていう気がしますね。はい。さあ、お相手し、どういったデッキなんでしょうか。その マシュマロンのなんかメイトかわいい。ディアベルスター、オッケー、いいよ。これ、今ディ、スネークアイ、エクセル君と、まあ、財宝狩りが、まあ、制限カード、制限カードになってるんですけどさ、かがり火とディアベルスターが生きてるので、ポプレスも生きてるんで、なんか結局、エクセルに触る札多すぎて、なんか制限の意味あんまないんじゃないかなっていう説がありまして、これまあ財宝狩りとかその現財宝スネークアイとかで、まあもう一回ねこっちのままマジで取って、スネークアイエクセル持ってくるっていう動きはちょっとしづらくなってると思うんだけど、結局なんか1枚あるからさ、なんか、まあ、言うてその基本ムーブは変わってないっていうね。あ、通りました、やりました、通りました、やりました。通ったのでけえ、マジ通ったのクソでけえ。これどここまで行くんだろうな。 G 結構重いんですよね、炎王スネークはいいデッキって。結構、はい、これ G 通ったらマジこっちのもんですよ、割と。どこまで行くんだろうな。まあ孤島で、まあ、爆破するのはいいわな。爆破して、まあガルドニックスとかまで持ってきて、ガルドニックス出してとかまだ行くのかな。はい、でガネーシャね、はいはい、でガネーシャちゃんが出てきて、あ、ガネーシャ召喚か、なるほど。ああ、それでストップか、オッケー、なるほど。あー、はいはいはい、いいでしょう。オッケーです、オッケーです。ただ、炎属性はなんかいるんですね、手札に。なるほど。炎属性何かいるという話。で、あー、まあ、そうか、ポジティクス帰ってくるか。ちょ、そもそも帰ってきてるぞ。あー、なるほどね。ガネーシャの一妨害と、まあ、後ろセット無限保養かな、さすがに。で、愚かな服装発動で。服装発動したいんだけど、なんかある。救いの架け橋。ぶち込んで、で、架け橋効果でスピード魔法持ってくるまでが、こうするっしょ。なんかトレードインのコストもまあまあ、なんか、あるし、ワンチャンあるな。イムセティが、まあ多分通らないから、ガネーシャのせいで。そこが問題だよね。で、まあトレードインの効果起動します。でトレードインの効果はまあハーピーでいいかな。ほんで、2枚ドローしたい。うららうつだ、どうぞ。うららない。うららないか。うららあったら、さすがに掘ってると思うんだけどな。オーボの、まあ、イムセティまでがめてるっていう説あるけど、オーボの石壁打って、いや、もう難しいな。さすがにイムセティパイセンは多分ちょっと出さないと無理っすね。イムセティパイセン持ってきて、ちょっとマジでいらないから、お前帰れ。これどうすっかな、これ。イムセティのドローを通したいんですよね。これちょっとさ、黒炎神ワンチャンあるよな、これ。黒炎神ぶん投げるか。で、フィールドのカードを墓地送りたいという効果を発動。で、コストはこれ。で、これで、まあ、ガネーシャとか使うのであればどうぞって感じなんだけど、ガネーシャとか使うのであれば、もうご自由に使っていただいて構いませんよと。あ、ガネーシャ使う、OK。で、ガネーシャコストが何ですか。まあ、確定してんのは、鳥。ポリポリが確定してんだけど、
で激ギモ激ギモ鳴き声をし、まあ、俺カンプしてとね。で、黒炎神通んなかったってことは、これ逆に言うとイムシティは通るかもしれないっていう話だよね。で、村雲のオロチ君をぶん投げまして、裏ライめてください。オッケー、取る。で、王の棺で、カード1枚ドロー。なるほど。まあ、棺打つしかないわな。いやー、これ、ガルトニックスあんのかな？ないよな、多分これ。この感じ。あったらなんか使ってそんな雰囲気がある気がするんだけど、どうですかね、これ。ちょ、皆さん。ありそうな気、なんかなさそうな気がするよね。あったらなんか打ってキリンとかまで出してる気するんだけど、どうだろう。まあちょっととりあえず一回ホルスたち全員蘇らせるか。オッケー、とりあえず全員集合。とりあえずホルス君たち全員集合。ちょ、お仕事の時間でーす。はい、よろしくお願いします。出勤時間でーす。とりあえず全員出てきた。ほんで、まあ、村雲もいる。これもなんか破壊してるとなんかちょっとやばいこと起きるから、炎王ってちょっと墓地送るわ。王の棺で一番打点低いのこれで、こいつで殴るで、ダメージセーブ開始時、王の棺の効果でガネーシャクしかもなんか爆発するとなんか墓地からなんか蘇らせるみたいな効果もあるんでね。でこれで一応ケアした。これは普通に炎属性じゃないから殴っていい。 OK OK いいぞ。キルは取れるか。あ、でもディアベルスタイルか無理か。ディアベルスタイルか無理か。あー、うぜえな。かがり火コスト。なるほど。まあそうだよね。ってことは、それかがり火よりも強いからってことね。その、1枚は。反逆ね。うざいね。で、まあこれぶん殴るでしょう。2000、あ、まじ、あ、ちょっと足りねえか。ちょっと足りねえな。微妙に足りねえな、微妙に。くそ微妙に足りねえ。で、まあ、村くんも一応出すか。一応出して殴りに行こう。さあ続撃。俺、お前のライフは残り、250だ。惜しい。あと250やった。あと250マジ惜しい。ね、ではですね、いきますか。この史上最強のハエを出しに。サンダル本もあるけどな。まあ、ちょっとインフェクションバールゼブルでエクストラ抜きつつ、伏せカード割りま、あと、反逆の財宝終わりに行きましょう。さあレベル8のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシス召喚インフェクションバールゼブル効果発動。エクシス召喚に成功した場合、相手のエクストラ力をカンニングし、その中の1枚を墓地に送ることができる。うむ、うわ、トガ姫2枚いる。うざすぎトガ姫にもリトルナイトか。じゃあリトルナイトはちょっとどっか行ってもらって、でやべえ、時間ない。インフェクションバールゼブルの効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使って相手の伏せカードを破壊。バリーン。そしてちょ、リトナイクしかねえな。リトルナイト行きましょう。リトルナイト行って飛ばして、ま、これでいいんじゃない。なんとかこれでなんとかなれ。で相手ポニックスだから、あ、オッケー、それはいい。ポニックス帰ってくるから、で手札1枚何か分かんない。いや、ちょっと時間ねえな。ちょ、エンド。これで、あ、財宝狩りか。オッケーオッケーオッケー。ちょ、時間ない、時間ない、時間ない。これで、財宝狩りでしょ？財宝狩り。あ、でもワンドロー入んのか。財宝狩りのワンドロー割る。で、反逆は一応、爆破した。で、ポニックス帰ってくる。一応これで、でもカノプスの守護者で無限に出てくるから、ホルス君たちが。これはですね、まあまあ、うざい盤面にはなります。で、しかも王の棺あるんで、一応、ホルス君たちは、カードの、まあ、対象を取らないカードの効果で破壊されないから、まあ、ジーランティスとか、あと、まあ、ガルドニクス・マタニティとか、うん、あの辺のモンスターの効果では破壊されないと、まあ、ブラックホールみたいな効果では。というところで、まあまあ、これ硬いですよ。栄養結構、破壊系の効果ありますからね、多めに。で、なんか、やべえ、ちょっと本当に行かない。ホルス君たちは、その自分以外がフィールドから離れるとなんかブチ切れていろいろやばいこと起きるんですけど、いや、トガ姫2枚入ってたからな。ちょっとトガ姫1枚あったらトガ姫抜くっていう選択肢もねあったんですけど、とりあえずホルスいっぱい出して腕組んでエンドするかもう無限、とりあえず無限にホルス盤面に用意しといてちょっと耐久してエンドするわ。
まあ、今妨害はちなみにほんと、まあ、リトルナイトぐらいしかないんですけど、あでちなみに一応手札の黒炎神君もあの墓地を送る効果あるんで、はい、ちょっと一回スネークアイエクセル飛ばしましょう。これ飛ばしまして、やべえ、これリトルナイト持ってくるとこないやん。リトルナイト戻ってくるとこなくて草やばい。ちょっと帰還できねえ、ミスった。でも戻ってこれなかったら、これなかったら、ね、ここにホルスが全員残ってるってことだから、まあ大丈夫か、さすがにな。さあ現在法スネークアイで、あー2マか、まあパクられるのはしょうがねえかな。それはちなみにフィールドが離れたやつかならないからね、ホルス君たちはブチ切れない。まあブチ切れてほしいんだけどね、仲間やられてんだよホルス、お前黙ってんじゃねえ。お前ら、お仲間パクられたぞ、黙ってんじゃねえ。ふざけやがって。3000打点のサクリファイサーにもちょっと高いな打点が。いやただでもこれマジでこれ意外とこれ返すの大変だと思うんだけどな。あディアベルスターか、いいだろう、ディアベルスター出てくる。カノプスの守護者まだ使えるの。あこれあれだよね、これホルスの国営神だよね。で反逆の財宝だよね、反逆の財宝で埋め込まれるわけね。これやばいか、これマジでこれやばいか。いやでもムラッキもいるからワンキル取れないでしょこれ、多分ワンキルかなりむずいはず。多分こっから、ヒュータ、トガヒメ、ジーランティスみたいなことされんですよ、多分。なんで、割ときついはきつい気がしますけど、レイジングもあるか？なんか、ダルク、パクリ、で、リンクさんでトガヒメ、で、レイジング、ジーランティスみたいなことすると、なんか結構盤面めちゃくちゃな処理されて、ま、ぶん殴られるんですけど、これ多分村区もいるんで、ワンキルはされないし、てかなんなら、ホルスの黒炎神いるんで、ホルスが、これってさ、うわ、表側表示って書いてある。やばい、ちょっと待って、これ G ランチで裏側にされたらホルスの黒炎神起動しないかもしれない。3体で、あ、トカ姫、なるほど。ダルクとか入ってない感じ？あれ、ちょっとさっき見てなかったな、エクストラデッキ。で、トカ姫効果、はい。どうぞ。トカ姫ちゃんの効果で、ガネーシャ蘇生どうぞ。いやこれリンク値足んなくないじゃん。これリンク値足ります？レイジングフェニックスは出てくるのいいわな。ジーランティス、でも炎属性いないでしょそれ盤面に。いやジーランティスになるのはいいわ。炎属性まだこれ供給できるの？それなんかジーランティスの効果使って裏側にするのはいいけどさ、その炎属性特殊召喚されないから、あのトガヒメくんの効果起動できないですけど。あれ？なんか耐えてる。なんか、リンク値1足んない問題発生しないですかって話ですよ、これ。まあ、とりあえず全部裏になるのはうざすぎるけどね。全部裏になるのはマジうざすぎるけど。いやこれだってさ、はい。トカ姫は別に出てこないですもんね。炎属性ないから。あれ？あれ、耐えましたね、これ。耐えましたね。ちょっとやっぱ時間はないですね。で、決めどっか行きなさい。よーし。あれエンオスネークアイスさん、大丈夫ですか？きたー。危ねー。激危ねー。帰ってきて、OK。で、帰ってくるスネークアイクセル。OK。まあ、一応、1002枚あるから、まあ、一応ケアしつつ動きたいんですけど、僕残り68秒しかないんでマジで急がないといけないですね。で、ホルスの黒炎神の効果発動します。これだから永続魔法になってる、どれだっけこれか。でこれぶん投げて、でなんかその伏せカードを、あ無限法要ね、 OK です。無限法要で M セッ、ドラムテフか、ドラムテフの打点が下がります。カノムスの守護者の効果発動します。カノプスの守護者の効果発動しました。相手が効果を発動したため、イムセティが特殊召喚されます。はい、で伏せカード除去ります。あ、縁を新天章でした。ワンドローします。強すぎます。あとか姫ね、はいはいはい、いいよ、全然いいっす、全然 OK。やば、相手これさ、こっちのさ、これあれですね、リトルナイトで飛べばトガヒメ出てきませんね。リトルナイトで飛ぶと、これ破壊対象がいなくなると、あのトガヒメ出てこれなくなっちゃうって2体、ね、こうなるとこれ出てこなくて、で俺のずっと俺のターンと、よし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 
よし、まあね、石膏ワンキルできなくても後手ワンキルもまあまあいけるっていうところ見せれてよかったんじゃないですかね。あー、いいじゃん。ラバゴ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 石壁で勝ちやな。ラバゴラバゴ石壁、まあ、ワンチャン参戦持てそう。これはなかなかいいぞ。なんだこのなんかスーパードローデッキ、やばいやばいやばい、なんかスーパードローデッキ来た。なんかこれエンディミオン、これエンディミオンですか。うわ、戦闘起動エンゲージ来た、やばい。何これ。あー、そっちか、キアノス、なるほど。無の煉獄ってどういうこと。クソデッキってこと。やばいね、なんかクソデッキの匂いするねこれ。未来の柱キアノスくん、さあ魔法カードを捨てると特殊召喚できて、で特殊召喚に成功したため、デッキからロゼが出してこれて、でまあこの効果発動したら、デッキから出してきた効果発動したら、まあ単白石まで機械族しか出せなくなっちゃうみたいな効果あるんですけど、あーこれクソデッキですねこれ。さては何ですかこれは、エクゾティアですか。やばい、これちょっとね、封印を解かれそう。カメリア、やばい、ちょっとさすがに。まあでもカメリアの効果は今魔法カード多分3枚以上あるから無理でしょう、使えないと思うんだけど、いやでもまあ言うてきついな。何これ、あラドンか、いや絶対エクゾディアンやんこれ。どうせパワーツルブリーバーやろこれ、絶対エクゾディアだわ。封印解いてくる気がするわこれ。ブラックペンダントということ、ちょっと待って、やばい、なんかブラックペンダントってどういうことですか。まあ用途はいいわ。キアノス何枚入ってんだよこいつ。暴龍のストレイン、いややばい、ちょっとなんか分かったかもしれん。これ分かっちゃった可能性がある。コカネ色の滝水、どうぞ。コガネ色の竹虫、暴龍のストレイン効果でライフ半分になりました。でチキンレース効果発動します、カード1枚ドローします。いやー俺ちょっと分かった気がするな、これ分かっちゃったかもしれない。ちょっとクソデッカーだからさ、まあ、大体さ、そのどういうデッキでどういうカードが採用されてるかって分かるじゃん、まあ、多分クソデッカーのみんなだったとはもう分かると思うんだけど、多分これ自分のライフを500以下にしたいだと思うんだよね。多分これ自分のライフを500以下にしたいんだと思うんだね。さあ見事に、うわ出た、これで500以下だ。で黄金色の竹水ぶち込まれたので、で500、これで500になりまして、でさらに黄金色の竹水でさらに500、250か、これで250になりまして、ほんでまあそういうことだよね。だと思った。クソったれが言った。マジクソデッキじゃねえかよ。